一ヶ谷博輝きは、日本の元フェンシング選手、教師、鹿児島県出身、鹿児島県出身、鹿児島市立西、市原中学校、鹿児島県立鹿児島南高等学校、日本体育大学体育学部体育学科卒業。種目は、フルーレ、エペ、サーブル、香川県高校教員、左利き、 1991年から1999年までの9年間、フルーレ・エペでナショナルチームに所属しており、1990年代の日本男子フェンシング界を代表する選手の一人。鹿児島南高等学校でフェンシングを始め、高校3年の時にサーブルでインターハイを制している。日本体育大学に進学後は、フルーレ・エペで実績を残す。 大学2年から4年までの3年間は、全日本選手権で3種目とも、ベスト8以内に入賞している。1992年には、フルーレでバルセロナオリンピックに出場し、予選プールを4勝2敗で突破して、決勝トーナメントに進出したが、スペインのガルシア選手に赤敗した。その後は、香川県の大川東高校で指導者としての実績を残しながら、 選手としても戦い続け、1996年、フルーレでアトランタオリンピックの出場権を獲得。アトランタオリンピックでは1回戦で当時、世界ランキング5位のポーランド、キエル・ピコフスキーと対戦、途中7連続ポイントなど、見せ場を作ったものの13から15で敗退した。1995年には、 日本人選手として17年ぶりとなるアジア選手権大会で優勝した。1999年の世界選手権を最後に代表は引退した後も国民体育大会、全日本フェンシング選手権大会などの日本国内の大会に出場している。2005年にはジュニア世界選手権大会日本代表の総監督を務め日本チームとして初のフルーレ個人。 団体の銅メダル獲得に貢献した。現在までに全日本選手権で3回の個人種目優勝を果たしている。全日本選手権のフルーレ、エペ、サーブルの3競技すべてに個人種目で出場した数少ない選手のうちの一人である。監督として大川東高校を4年連続で全国優勝に導いており、指導者としても優れた実績を残している。 同校の廃校後は、同じ東香川市の三本松高校に移って、指導を続け三度の全国優勝をはじめ40名以上の日本代表選手を輩出している。幼少期の大田裕樹選手を指導している。1993年に開催された東四国、国体出場後、香川県の高校教諭として、教職の片原フェンシング部の指導に当たっている。ありがとうございます。